そう、ボードメンバー5人も勝手に神谷が決めて、で今武田邦彦さんとかその当時いた5レンジャー中の3レンジャーがもうめっちゃ怒り出して、やっぱ神谷くんは独裁を明らかにやりだしたんで、あの石丸さんもいるでしょ、広島の秋高田氏、石丸師匠ってすごいですよ、百田さんですか、百田さんは今なんか参政党のなんかがあるんですか。参政党もだから僕を訴えたのは参政党が僕を訴えて地検に訴えてきたんですよ、うんうんうん、それと、まあ、NHK に裁判された人のお金を出していることが公選を批判って2つやられたんですけど、はい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 、参政党の名誉毀損僕めっちゃしたんですよね。要はあいつらは名簿をその個人情報を政党で取ってきて会社で使ってると、うんうんうん、情報商材とかのね、うんうん、使ってると、参政党は統一教会みたいなもんだ、危険な組織だって言ったんですよ、うんうんうん、それに対して訴えられたんですよ、うん、で僕は地検に呼ばれて、いやいやちゃんと情報あのエビデンスがありますってやったんですね、うん、でエビデンスがありますってやって僕に情報をくれた人をみんな東京地検が読んだんですよ、うん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 、3カ所ぐらいで読んだんかな。で立花さんの話って2日呼ばれて2時間合計4時間、そのうち15分ぐらいですよ立花さんの話、あとは参政党の支部長をどうやって決めるんだとか、お金はどうやって流れているんだと、うん、いうことをめっちゃ聞かれたと。要は参政党も多分普通にもう知見を普通に追いかけてると思います。あ、うん、まあやばいですよね。だってやばいでしょう。だって月4000円ももらって選挙に参加できますって言って、結局代表選とか全然行われずに代表変わったんですよ、うん、知ってます、代表変わったの、うん、はいはいはい、うん、ああいうのも全然選挙行われてないですよ。でそのボードメンバーっていういわゆる会社でいうとこの役員ですよね、そのボードメンバー5人も勝手に神谷が決めて、うんうん、で今武田邦彦さんとかその当時いた5レンジャー中の3レンジャーがもうめっちゃ怒り出して、で僕はその参政党の被害者を集めて今裁判してるんですよ。なるほど。でこれがおもろいのが、うん、被害者集めたら弁護士にお願いしたんですよ、はい、元参政党の人の原告の裁判の代理にしてくれませんかって言ったら、うん、ちょっと検討しますって1週間ぐらい電話かかってきて、うん、実はすいません僕も参政党の被害者なんですって弁護士すら黙られるって。どういうこと。要は僕が依頼した弁護士が参政党にもうなんか寄付とかいっぱいしてて、そう、まだ5番目ぐらいです、その人寄付したのが、参政党ができて5番目ぐらいに寄付してて、そうなんだ。立花さんの YouTube 見ててちょっと僕も危ないなと思ってたんですけど、もうそんなに元党員の人が18人原告団できたんですよね、うんうんうん、で聞いててもうこれは僕も騙されてると思ったんでやりますって言って今裁判してくれてます。なるほどね、まさかの原告で裁判の争点今何になってるかっていうと、はあはあ、その要はみんなが参加できるっていうのは当然党大会とか、うん、だって自民党でも維新の会でもあの党員は選挙できるじゃないですか。大党大会にも選挙権もないっていうことが分かったんですよ、うんうんうん、で向こうの弁護士はそんなのないに決まってるじゃんみたいな、なんでそんなのあると思ったのみたいな、え一人一人がその DIY でみんなで賛成するのに自分の政党のボードメンバーや代表者を決める会議すら参加できないっていうことについて向こうはめっちゃ今開き直ってるんですね。これで裁判勝てば当然参政党はもう損害賠償請求の嵐になって金返せの嵐になるんですよね。うん、そうすると党として赤字になるので、うん、赤字になると破産開示罪人を放り込んだろうと思ってるんですよ。なるほど。債権者破産させたろうと思って。なるほど。それでもう破産状態になると選挙も出れないんで、それで僕は乗っ取ろうっていうことを言ってるんですよ。めっちゃ言われるんですよ、どうやって参政党乗っ取るんですかって言うから、いや裁判で勝ってもう元党員が金返せってやって、で僕は別に参政党を運営しようって気ないんで、それで元党員の人たちというか参政党の真面目な人たちいっぱいいるわけですよね、はいはいはい、その人たちに代表権を渡してあげたいと思ってるんですよ。なるほど、うん、やっぱ神谷君は独裁を明らかにやりだしたんで、だから彼のような独裁を認めないための僕はあの参政党の本当に真面目にやってる人たちを救いたいと思ってます。なるほど。民粛党はどうなんですか。ああこれね裁判もうあさってが3回目かな、はい、まあ、多分僕の今裁判の資料ってもさっきツイッターで挙げたところなんですけど、はい、おそらく8割方裁判勝てると思いますけど、だから彼が斉藤君が代表者になると。はあのあれはいつなんですか、あの期日は。まだ決まってないですか。期日があさってで、あさってが3回目で、でもう多分争点が詰まってるので、早ければ今年中、遅くとも1月には決審、
あ、そうなんですか。はい、なんか3月までには判決が出ると思います。へえ、はい、なるほど。もうぶっちゃけ余裕ですけどね。ただ僕は裁判ってやっぱり勝てない可能性もあるので、うん、だから勝てなかった時のために次なる手を考えていて、うん、選挙に行かない5000万人を導入する方法ってずっと、うん、そこを今一生懸命進めてる。あれですか、林社長が出るんですか。林社長にも声かけてるんですけど、実質林社長じゃなくて別 の、 人に今オーナー、その人にとりあえず今20億円ぐらい出してくれないかと。あ、なるほど。で、立候補する人が著名人なんですよ。はいはいはい。でも立候補する人は著名人で、この人たちは当選目的としないんですよ、うんうんうん、で、お金持ちの人からこの人たちが作ったまさに政治団体にお金振り込むんです、うんうんうん、そうすると非課税なんです、うん、で、この人たちは選挙に出ることによって選挙ブーストがかかって再生数とかも伸びるし、お金も入ってくるし、うん、で、この人たちが取った票でこの大金持ちは議席を取ると。なるほど。だから政治資金パーティーもおじさんたちしかいないから、うんうん、無理やりパーティー券買ってくれてやらなきゃいけないんですよ。なるほど、ね、でも我々がやろうとしてるのはどっちかというと人気者を集めて選挙に出てもらうので、うん、我々が行うパーティーはどっちかというと人がいっぱい来るわ。人がいっぱい来ると思います。あ、だから確かに選挙にお金がかかるからパーティーしなきゃいけないんだっていう考え方を180度変えればいいんですよ。民主主義っていうのはそもそも人気者に票が入るわけだから、人気者が票を取って、でその人気者が選んだ実力者を国会に送り出せばいいわけですよ。なるほどね。で、人気者自体も政治に参加しておけばいいんです。ほうほうほう。政治家にならなくても、当選しなくても、安倍昭恵さんのように私は政治家しませんって言いながらも、うん、政治家になろうとするもので OK なんですよ。なるほど。公職の候補者になろうとするものっていう定義に当てはまれば、うんうん、政治団体の代表ができるんで、うん、そうするとめちゃめちゃ非課税でお金入ってくるんです。すごいですね、そのシステム。僕はこのシステムは今回の件であまり触ってほしくないんですが、でも触ったら触ったでそっちに追いつこうと思ってるんですよ。今政治家だけの特権だと思ってるじゃないですか。ああ、なるほどなるほど。政治家の特権だ、うん、じゃあ政治家って何ですかっていう時に、当選した人じゃないんですよ。確かに。政治家を志す人は全員政治団体の代表になれるんですよ。うん。で、そこにお金を持っていけば非課税だし、相続する時も非課税なんですよ。うん。これってやばくないですかと思って、まあ、上杉隆さんがね、本書きましたよね。あ、そんな本書いてたんだ彼。世襲議員のなんとかみたいな。あ、それは読んだことない。だから世襲議員はそうやって非課税で政治団体どんどんいわゆるお金を引き継いでいけるんですよね。お金、ね、地盤看板、まあ、だからそれを誰でもできる、うん、それを書いたのが上杉隆さん。あ、そうなんだ。初めて多分、まあ、でもそれが一般人もできるとは多分書いてないと思うんですよ。うん、だからね、これね、節税対策とか相続税対策もめっちゃ使えるんですよ。どうなんですかね。じゃあそれはみんながそれやりだしたらさ。いや、でもみんながやりだしたらいいと思いますけどね。だから今ね、若狭さんって元いるじゃないですか、はいはい、元自民党で今弁護士やってられる、はいはい、若狭さんが、ね、うん、今 YouTube でね、岸田総理が贈収賄で逮捕されるんじゃないか、その可能性結構高いって言い出して、はいはいはい、その日本医師連、まあ、いわゆるお医者さんのところが政治団体作ってるんですよ、うんうんうん、で岸田さんの政治団体に今まで、総理になる前は数百万円だったのが2400万とか送ってると、うん、まあ、それは完全に贈収賄じゃないかとか言ってるんですよね。それ贈収賄になるんですか。いや、そんなんなったら僕かまらんですよ。え、僕はそれはありえないと思ってますよ。当然個人から個人じゃないので、うん、でも実質上はこの団体からもう団体の代表者で、まずはだから日本医師会から、日本医師会が作った政治団体にお金を寄付する、でそこから岸田さんの政治団体に寄付してるだけなんで、それは問題ないと思うんですけど、うん、ただそれが摘発されないということは僕の考え方も通るので。なるほどなるほど。総理がやってるから彼の顛末を見ようと思ってます。なるほど。でもみんながやりだしたら逆に規制がかかるのかどうかは やってみたいですけどね。でもそもそもそんな自民党やるかなと思ってる。確かにね。だってそもそもね、企業からの献金を受けるのをやめようからスタートしてるんですから。何がですか。いや、佐川急便とかリクルートの時に、はい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 、企業からお金をもらうから企業のための政治をするから、うん、だから国民一人250円の政党助成金っていう制度を作ったんですよね。ですよね。作りましたよね、はいはいはい、なのにその後企業からお金をもらうことをやめるっていう法律を作らずに30年来たんですよ、うんうんうん、これは民主党の時もやらなかったんですよ。やらなかった。あいつらやるやるって言って結局一番最初に国民裏切ったのは民主党政権の時に、俺たちも企業献金もらうって言い出したんですよ。それでみんなえってなって、だから政党助成金っていう
国民からお金をもらえば企業のための政治をしないっていう理念で作ったのに、うん、政党助成金の法律作るだけ作っといて、うん、結局その企業からの献金を禁止するって法律をそのまま放置して30年来たんですよ。確かに確かにそうでしょ。で、僕はその理念が分かってるから僕は絶対もらわないんですよ。だから政治資金パーティーもしないし、うん、その企業から献金をもらうってことこれまでも一切してなかったんですよ、はいはい、政党助成金だけでやる。で、そこを僕は常に推していて、で選挙にお金かかるってまた嘘つくから、うん、そんなの紙に吸ってチラシを配ったり郵便で送ったりするからお金かかるんですよ、うん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 、それ YouTube とかネットでやれば全部タダじゃないですか、はいはいはい、ワンチャン儲かりますよね YouTube なんて、はいはい、再生数が上がるから、はいはいはい、だからそういう選挙に行かない5000万と選挙に行く5000万人のうちの選挙に行かない5000万人から票を取れれば自民党は必ず近づいてくると思います。泉さんはどうなんですか。だからそこを泉さん、まあ、泉さんはもう前回の堀江さんの1000億、うん、前澤君とかっていうのにすぐ反応してたんですよね、うん、100分の1の10億でやれるって言ってたから、うんうん、いや僕一回泉さんと喋りたいなと思ってるんですけど、僕はだから泉さんのような白くないので、うんうん、泉さんの裏側で戦略をお金のあれとかやりたいんですよ。あ、なるほどね。僕はその前に出たら出ないし政治家する気ないんで、うん、だから泉さんの言ってる10億はちょっと少ないけども、うん、堀江さんの言ってる1000億はいらないですね。まあでも100億ぐらいはいる、100億だったらもう全然いけると思います、うん、50億でもいけると思います、うん、泉さんが今出ればね、次の、 総選挙で解散総選挙で泉さん出ればあそこ強いですよね。強い。泉さんだけじゃなくて石丸さんもいるでしょ、広島の安芸高田市の石丸市長ってすごいですよ、再生数。政治系なのに1週間で100万回とか回るんですよ、もうね市長と市議会でめっちゃ喧嘩するんですよ、中国新聞とかと喧嘩してるんですよ、めっちゃおもろいよねあれね。めっちゃ面白い。そうなんだ。もう市長がブチ切れて、うん、もうなんで寝てるんだとか、うん、もうとにかく戦うんですよ。もう市民そっちのけですよほぼ。もうそんなのじゃもう通さないと、お互い通さないとかやってて、でも最近面白い市長増えましたよね。そうですね、だんだんそれは変わってきてるので、その一部の地域で人気っていうか、やっぱり自民党もダメだし立憲もダメだしっていうので、うそういうこう変わったって言ったら、変わったじゃなくて本当にこうどこにも属さない人で改革してくれる人っていうのは確かに求められてるでしょうね。百田さんはどうですか。百田さんはこっちの選挙に行く5000万人の中の自民党の票を取ってくれるんで。なるほどなるほど、そっちか。うちは百田さんと直接仲は全然いいんですよ、はいはいはい、でも狙ってる層が違うんで、うん、だからそれはそれで有権者被らないんで、うん、どっかでだからうちは自民党と手を組むのか百田さんのこと手を組むのかっていうのはまだ決めてないですけど、できたら自民党と手を組みたいなと思ってます。